おはようございます。おはようございます。お、やってますね。一言かのように言ってるけど、朝からやってます。朝早くからやってますね。今日は搬入日ですよね。はい、そうですよね。あやさんもちょっとエアをいっぱい持ってってるんですけど、うん、壊さないですよね。違う、それ展示用だよ。あ、展示用です。展示用だよ。何言ってんの。うちエアロ屋だからね。なるほど。ブース前に、あ、ブースじゃない、ピット前にエアロ展示しとかないと意味ないでしょ。本職だから、それが。頼みますね。頑張ります。うい。で、今日からですね、また強力なサポート、はい、佐藤くんです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。最近なんかレギュラー化してきてるよね。まあ、あの21年始まってからも手伝ってくれてるってことは今年いっぱい安泰だね。もうあの強制的に決まりです。あ、そうですね。ありがとうございます。だってレクサスに貼ってあるもんな、そのパーカーの後ろに書いてあるユニオンカーズって書いてあるのかな。はい、ということで今日からまたよろしくお願いします。お願いします。レクサスの方はもうね、積み込み準備まで終わっていて、ホイールもね、レイズさんのホイールを履いてるんですけど、セットね、引っ込んでるやつですね。こんだけ引っ込ませてます。こんぐらい引っ込ませないと実は積載車に乗らないんですね。幅がいっぱいいっぱいすぎちゃって、これぐらい引っ込めてもギリギリなんで、結構乗せるのが大変ですよね。ということで積み込み準備も終わってますね。はい、あとは積み込み待ちです。車が今積載車に積まれております。これからね、ラッシングをして上に上げるわけですけど、慣れたもんですね。もうこういうの得意なの。縛るの大好きですか。縛るの大好き。なんかなんだろう、俺にはよくわかんない。もう突っ込むのやめたもん、そういうのに。もうエビさんも好きなくせに。いやいや、エビちゃんずっとそんなノリなんだもんな。二人でいると大丈夫ですか、本当に。あれ、チームなんたらテックスって言いますよね。いやいや、もうやめなさい、本当に。はい、ということで、あれですよ、佐藤くん。はい。エビちゃんの見習わなくていいところは見習わなくていいからね。僕は縛るの嫌いです。あ、僕は縛る、もうダメだもん。似たようなもんだろ、これ。もうよくわかんないこと言い出してる。はい、ということで、縛るの嫌いかもしれないけど、それはきっちり縛ってくれる？はい、お願いします。上げます。はい、筑波に向けていよいよ出発ですね。あそこね、わけわかんないやついる、やっぱり。もう毎回あれだよ。なんだかな、もう。積み込み完了ですね。何やってんすか。いや、ステッカー貼ってるでしょ。あ、そうですね。スポンサー、新しいスポンサーさんですね。そうですよ。新しいスポンサーさんで、はい、2021年度から応援してくれることになった昭和 ESR さんのステッカーを今貼ろうとしてるんですよ。でもなんかちょっと高さがさ、積載車に乗っかってるから難しい。ここ目立っていいな。ここにしよう。2021年になったら新しいカラーリングになるでしょ、多分。そしたらまた張り替えるんですけど、とりあえず2020年の最終戦なんで、まあ今までのカラーリングにとりあえず貼るわけですよ。なるほど。はい、こんな感じで貼らせていただきました。お、さすが元フィルム屋さん。バカにしてんの。皆さん、 T&E ってもともとフィルム屋さんだったのって知ってますかね。結構時代古いこと言ってますか、僕。いやいや、
古いよね。そうそうそう。もう25年前の話よ、それ。そうですね。そう、フィルムとね、磨き屋さんだった。そうですよね。そんなこと言って今もやってないみたいですけど、まあ、そんな雰囲気を、ね、ステッカー屋さんとかやってるでしょ。ラッピング屋さん。はい、ラッピングもやってます。はい、いいんじゃない？いいですね。やったんじゃない？はい。目立っていいじゃない。ね。はい。はい。じゃあ後ろもハーロー、調子乗って。こういう時は、さすがセンター出ししてますね。そうですよ。これ後ろにひっくり返っちゃう。おっとっとっと。ああくっついちゃったよ。矢印があるから微妙に見えちゃうかもしれないな。でも真ん中がバッチリ。どうですか。いい感じですね。はい、OK。お立ち台に乗ってなんかいい感じです。腰が痛くて降りれません。おじいちゃん。距離感がちょっとだけ違うけど。さすがっすね。さすがですね。何ですか。サクッと、そんな本当でも何も出ませんね。サクッと綺麗に。でもね、今日寒すぎて手がかじかんでる。なんかこれから筑波向かうのに雪予報出てますけど大丈夫ですか。みぞれになってるよ。どうする。みぞれっちゃってるけど。さあ終了です。じゃあこれから出発したいと思います。あ、まだご飯だ。寒いよ、エリちゃん。寒いよ、見て、雪よ。出発前に雪ですね。もうここ屋根あるからいいけど、これより前にもうレクサス出したくない。濡らしたくないですよ。濡らしたくない。でも筑波に行かないと。明日にする？出発。あ、明日は真っ白になってそうだから早く行こうか。はい、皆さんこんにちは。準備がね、いろいろ終わってやっと積み込みも完了して、これから筑波サーキットへ出発です。今日は1月28日、現在今13時前かな、少し前ぐらい。見てこれ、外。御殿場、綺麗な雪。これね、あと2、30分したらちょっと危なそうなんで、早めに出発しようよ。行こう。え、あの、こたつで丸くなってていいですか。こたつで丸くな…じゃあみかんさん、自立するよ。いい、お願いしていいですか。いいよ、いいよ。エビもこたつで丸くなるんですよ。あ、エビ…あ、エビくるっとしてるからね。そうです。こんなバカなこと言ってない。早く行かないと積もるよ。行ってらっしゃい。え、あ、ダメ。行くよ、早く行こう。ほんと、四等車ですしね。早く、出発だ。行こう。行きます。はい。ちょっと、はい、行くよ。天気がいいな。やっと着いたよ。待ちくたびれちゃいましたよ。だってさ、
5時から搬入だって分かってたから、コンビニ寄ったらゆっくり来ましたよ。さあ、ちょっと止めます。ここ入っていくんじゃないか。4トンは入れない。来るかなと思って呼んだんだけど、来てくんないよ。パッチングしてたのに今。これ、明日から大丈夫この天気。今晩雪っていう予報が出てます、この辺も。あれ、スタッドレスに変えといて、あれ。4トンはスタッドレス履いてますよ、ちなみに。いや、あれだから移動車。4トンで移動しましょうか、じゃあ。あ、そうだね。後ろいっぱい乗れるからチームのみんな乗っけてあげれば、はい、そうですね。捕まるよ。エアサスですよ後ろ。いや捕まるから。乗り心地いいですよ。いやそういう問題じゃない。捕まりますよ。はい。途中なんかすごい雪になってましたよね。高尾山だっけ、あの辺ですね。なんか吹雪いてましたよね、天王道ね。あの時もう帰ろうかと思ってたんですけど、これダメだと。これはもうこんな状況で G1 を開催されるわけがないと言ったんですけど、トンネル2つくぐったらもう小雨になってたよね。なんだよと思ってね。なんだよ、せっかく初のスタッドレス大会かと思ったのに D1 の。チェ。とりあえず寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。もう疲れました。ワンマンだから、ね、一緒でしょ。ワンマンでも近い。近かったっすね。いや全然近いよ。すげえ筑波と近いと思って。っていうか圏央道ってやっぱ便利じゃない。便利です。こんなに近い。近いですね、御殿場からでも。だって2時間ちょっとだよ。2時間ちょっとですね。ということで、万が一車にトラブルがあったりしたら、御殿場ファクトリーに戻って作業して帰ってきましょう。こんな寒いとこで夜な夜なやるぐらいだったら絶対そっちの方が効率いいような気がする。でも御殿場も寒いっすよ。これより寒いな。まあトラブル内で大丈夫だと思います。ということで時間まで待ちましょう。はい、筑波サーキットに到着して、今5時過ぎたところですね。夕方、荷物の積み下ろしが始まってます。はい、ここからピットの設営ですね。意外と雨の中ね、大変ですね。しかもね、もうだいぶ、これ画面じゃわかんないと思いますけど、だいぶもう外も暗くなってきたんで、急いで終わらしちゃいたいと思います。じゃあ僕も手伝ってきます。おはようございます。おはようございます。エビちゃん何やってるんですか、それ。これピットマットですね。ピットマット、はい、この上に車が置かれるわけですね。はい。こうやってピットの設営が朝からどんどん進んでますね。昨日の夜ね、荷物を下ろすだけで車閉まって帰ったんで、今日は朝からピットの設営してますね。はい、だいぶピットの設営が完了してきました。お、なんかトラブルかな。お、何やってるんですか。今新しいスポンサーさんのステッカー貼ってます。お、かっこよく貼ってくださいね。はい、曲がってない。曲がってますよ。真横から見てみてください。だいぶね、こういう感じで設営が終わってきて、中はね、こんな感じですね。はい。で、後ろには僕らの休憩スペースがいますね。はい、こんな感じでいろいろ揃っております。
はい、今は車検待ちですね。車検をするのにみんな並んで待ってますね。はい、こうやって1台1台きっちり車検が行われます。はい、これからね、車の体重測定ですよ。車重を測ります。車検でね、1台1台車重を測ってるんですね。さあ、何キロだろうか。何キロですかね。はい、ピッタのね、節電も終わり、こんな感じでね、これから練習走行が始まるんですけど、見てください、これ武器投入です。これね、タイヤウォーマーでタイヤをね、もう走る前に温めといてくれてるんですけど、これ見て、ここに温度があって、今ね、78度、もう絶景と一緒やん。78度と64度まで上がってますね。で、マックス90度以上まで上がるんですけど、設定は85度です。で、走る直前まで温めて、実際に放水すると、いいグリップが感じられる。こんなね、武器を投入してくれました。さすがですね、サイレンタイヤさん。この武器を持って、7000、ダウンタウン、セブン、セブン、スピード、エイト、最終戦、ここ、ピンポイントを取れるように頑張っていきたいと思います。では、練習また行きます。すげえ嬉しそうじゃないですか。
ダメだこりゃ。ああ、やってもうた。だいぶ戻りましたよ。だいぶ戻った。戻った。これで30馬力くらい上がったと思う。こんななっちゃいましたよ。もう最後の練習走行でガーン。まあ何せ今日一日いろいろありますね。原因はいろいろあるんですけど、まあ最後はねバッテリーが死んでパワー捨てが効かなくなってそのままコースアウトしましたね。そのバンパー潰れてるのはクラッシュバッテリーまっすぐ行きました。原因は水です。コース上の水でした。とりあえず明日に向けて復旧作業を頑張ってなんとかね明日追走に出れるようにしっかり直していきたいと思います。